皆様こんにちは。フルート&ミュージカル創作者の斉藤萌香です。コンセスフルートのピコロちゃんです。本当に普通のフルートでこんなに困って、こうなんだろう、記憶はないんだけど、ピコロちゃんでヨモレスクを吹くというのはこんなに難しいのかということを、はい、実感いたしました。ちょっとした、上げ下げですね。で、なんかね、すごくね、音割れがしやすいんですよね。だから音が割れないように、こう、外さないように、あとなんか倍音が急になりだしてとかするので、そうならないように息のコントロールをめっちゃしなきゃいけないので、やりたいことが、なんか、自在にできないです。なかなか大変。そして半音をこう動かすときに、どうでもいいんだけど、バロックフルートの指使いが出てきたりとかしてね、一瞬ね、戸惑ったりとかするんですよね。いかんですね。なんか、どうなんでしょうね。感覚的には、なんかクリスタルフルートとかをやってるときの感覚の、なんか穴の捉え方なんですよね。なんのこっちゃね。なんか穴を塞いでるっていう感覚はね。なんだけど、なぜか、バロックフルートの音詞が出てきちゃう。で、クリスタルフルートの音詞もたまに出てきちゃう。なので、そうじゃない、そうじゃないと思いながら、頭のいい練習になるかもしれない。ボケないかもしれないですね。これやってるとね。はい。ということでですね、なかなかピコロちゃんで、いろんな曲トライしてますけど、なんか、この子はちょっとクラシックをやってみたいと言っているような気がするので、クラシックをちょっと今やっておりますが、なかなかにして大変だけど、いいなんか練習です。たまになんかこの、昨日も降りてくる話をしてましたけど、この曲吹いてくれとか、この曲弾けるとか、この曲やってみるといいよみたいなことを、なんか楽器の方から教えてくれる時があったりする。なんかね、メロディーが聞こえてきたりとかね。で、これできるんかなと思ってやってみて、難しいんだけどやってみるとちょっと一歩成長できるかなっていう時があったりとかして、ピコロちゃんは繊細で内気でシャイなんですけど、私と一緒でまた言ってる。なんですけど、時々こう話しかけてくれるので、それに耳を傾けようと思いますが、今回のヨモレスクめっちゃ難しかったで、ピコロちゃん。なかなかの難しさです。何が難しいんだろうと考えたときに、指とかもね、まあ、ややこしいっちゃややこしいんだけど、多分慣れれば大丈夫と思う。練習時間も取りすれば大丈夫なんだけど、どっちかっていうと、あれかもね、音を外さないということかなと思います。まあ、これからも対話しながら頑張っていきます。それでは皆様、またねー。